今回のテーマは建設業が直面しているシャドー IT の解決策とはということで、建設業の情報システム部門に所属されている方に向けてですね、このシャドー IT という言葉解説していきたいと思います。そもそもシャドー IT とは何かというお話ですが、シャドー IT とは企業が指定し管理している以外の IT ツールを従業員が業務に使用することを指す言葉です。例えば次のような例があります。プライベートのメールアカウントを業務に使ってしまったり、企業が支給しているスマートフォンではなくてプライベートのスマートフォンを業務に使ってしまったり、あるいは会社で契約していないファイル共有サービスに図面や見積もりといった業務のデータをアップロードしてしまったり、はたまたプライベートの SNS の DM なんかを使って関係者とやり取りをしてしまったり、こういったものがシャドー IT の例です。では続いてシャドー IT がもたらすリスクという部分について見ていきましょう。例えばプライベートのメールアカウントを使用しているこのケースを見ていくと、皆さんちょっと想像してほしいんですけれども、皆さんのプライベートのメールアカウントの受信ボックス、例えば友人であったりメールマガジンであったり、いろんなところからメールが届いていますよね。そういった第三者のアドレスに対して誤って業務の情報を送ってしまったら、これは明らかに情報漏洩に発展してしまいます。続いてオンラインストレージの利用。個人向けに展開されているオンラインストレージサービスはビジネスユースに適したセキュリティ機能が十分ではない場合があります。例えば共有フォルダーの閲覧設定に誤りがあって、不特定多数の人がそのフォルダーにアクセスできる状態になってしまっていた。そこに図面データとか現場の写真を上げてしまう。これも情報漏洩につながるリスクがあります。ではこのシャドー IT のリスクを軽減するために企業としてどのような対策を講じるべきか、有効な手段を3つご紹介します。1つ目は社用携帯の導入です。これは最も基本的な対策と言えますが、社用携帯がないとどうしてもプライベートな携帯を使うしか手段がありません。ですので全社一律で管理ができる社用携帯を導入してセキュリティの平準化を図ることが重要です。続いて2つ目は法人向けのオンラインストレージサービスを導入することです。機密情報や個人情報を扱うことを前提とした法人向けのオンラインストレージサービスはセキュリティ対策も万全です。さらにメールでは送付できないような大容量のデータをやり取りする際にも活用できますので、業務を効率化するという面でもメリットがあります。最後に3つ目は法人向けのビジネスチャットアプリを導入することです。代表的なものに LINE ワークスというものがありますが、普段皆さんが使っている LINE のレイアウトや使い勝手はそのままに、高いセキュリティを確保していることが特徴です。さらにグループ機能もありますので、現場ごとにグループを作ってコミュニケーションをしたり、チャット上で画像や動画を送付して現場の様子を確認したりと、コミュニケーションの円滑化、業務の効率化というところにも活躍します。今回ご紹介したものはあくまで一例ですが、こういった対策を行うことでシャドー IT のリスクを軽減することができます。ただしこういった新しいツールの導入は表面的な問題の解決にしか過ぎません。一番重要なことは、今社員や作業員の皆さんが業務でどのような問題を抱えているのか、そこを理解することが重要です。すでに導入しているツールで使いづらいと感じている部分はないか、不足しているものは何か、そういった現場の不満やニーズというところを汲み取った上でツールを選定していくことが重要です。ぜひ情報システム部門の皆さんと現場の社員の皆さん、作業員の皆さんが一体となって、このシャドー IT のリスクを軽減するということに取り組んでみてください。はい、いかがでしたか？シャドー IT という言葉、なんとなくご理解いただけたでしょうか？今回ご紹介した内容をより詳しく解説した記事が概要欄にありますので、ぜひこちらもご覧ください。ご視聴ありがとうございました。